不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中調査長の不動産テク、報酬額の計算一問一答耐久レース編ということで、このチャンネルは完全独学で心の資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、過去何回にもわたりまして報酬限度額についての動画をですねやらさせていただいてきているんですけども、まだですねここのところやっぱりこんがらがってしまってわからないという方からたくさんコメントをいただいております。特にですね売買のところでございます。貸借のところはですね、まあ、そんなに難しいところはないんですけど、売買のところは特に代理とかですねその辺が絡んでくるとどうしてもですねよくわからなくなってしまうという方がいらっしゃるので、今日はですね一問一答耐久レースで瞬発力勝負でですね繰り返しやっていただくことによってもう覚えていただこうというふうに思いまして、今回ですねこのクイズ企画をやらさせていただきます。一問一答耐久レース知らない方のためにですね一応説明させていただきますと、最近まであんまやってないんですけども、私がですね問題を出します。で問題を出してですねもう直後にはもう答え言っちゃいますので、もうとにかくですね瞬発力勝負で、鍛えていただくという形になりますので、ぜひ答えていただければと思うんですが、今日のですね耐久レースの問題は非常にシンプルでございます。5000万円の物件を売買する場合とか代理をする場合にいくらを受領することができるのかというのをですね答えていただくというような形になります。ちなみにですね5000万円の仲介手数料ですね、片手分の仲介手数料いくらになるか分かりますでしょうか。仮に5000万円で売り主の売買に入ったとすると仲介手数料はいくらでしょうか。はい、3% プラス6万円の消費税。これはですね、即算式になります。答えはですね、156万円と税という形になります。これはですね、答えでございます。これは片手仲介料分のですね、金額になります。ということでですね、今から私の方でですね、ケースをどんどん読み上げていきますので、そのケースで、いくら受領することができるのかというところをですね、瞬発力勝負でどんどん答えていってください。ということで、早速いきますよ。一問一答耐久レース、よーい、スタート。1、売り主の売買の宅建業者 A。はい、これ片手でございます。いくらになりますでしょうか。はい、答えは156万円の税です。2、売り主と買い主の売買の宅建業者 A。はい、つまりこれは両手ということでございます。ということはズバリ、156万円税プラス156万円税イコール312万円の税ということになります。3、売り主の代理の宅建業者 A。はい、いくら受領できるでしょうか。答えは312万円の税です。4、売り主と買い主の代理の宅建業者 A。はい、これいくらになるでしょうか。答えは、売り主の限度額は312万円税。で、買い主の限度額は312万円税。で、合計の限度額が312万円税ということでございます。要するにですね、合計の金額もですね、2倍を超えられませんので、いずれにしても312万円税が限界でございます。ちなみにですね、これ、双方代理ってやつになるんですけども、原則これは禁止でございます。実務でもやることはほとんどありませんけども、売り主と買い主双方が同意をしていれば一応やることは可能なので、このように問題を出しております。結局ですね、一つの取引で取れる合計の限度額はですね、2倍まででもう決まっておりますので、312万円超えられませんので、2つからですね、代理任されてもあまり意味がないということになります。ではここからはですね、実際に私の方でですね、受領した金額も合わせて私は言いますので、それがですね、宅建業法に違反するかしないかでお答えください。いきますよ。5、売り主と買い主の代理の宅建業者 A、これは双方代理でございます。売り主から312万円税、買い主からは0円。さあどうでしょうか。はい、これは宅建業法に違反しません。6、売り主と買い主の代理の宅建業者 A、売り主412万円税、買い主212万円税。さあどうでしょうか。はい、これは、はい、アウトでございます。これは限度額を超えております。7、売り主と買い主の代理の宅建業者 A、売り主212万円税、買い主212万円税。さあどうでしょうか。はい、これは、はい、アウトでございます。これは限度額を超えております。8、売り主と代理、買い主と売買の宅建業者 A、このケースで売り主312万円税、買い主156万円税。はい、これ宅建業法に違反するでしょうか、しないでしょうか。はい、答えは、はい、これは違反します。もう取引全体の限度額を超えておりますので違反となります。9、売り主と代理、買い主と売買の宅建業者 A、売り主156万円税、買い主156万円税。さあ、これは宅建業法に違反するでしょうか、しないでしょうか。答えは、はい、違反しません。10、売り主と代理、買い主と売買の宅建業者 A、このケースで売り主200万円税、買い主112万円税。はい、これは宅建業法に違反するでしょうか、しないでしょうか。答えは、はい、これは違反しません。11、売り主と代理、買い主と売買の宅建業者 A、売り主から112万円税、買い主から200万円税。はい、これは宅建業法に違反するでしょうか、しないでしょうか。答えは、
はい、これ飼い主の方がですね、オーバーしておりますので、宅建業法に違反します。最後いきます。売り主と代理、飼い主と媒介の宅建業者へ、売り主312万円税、飼い主0円。さあ、これはどうでしょうか。はい、これはもちろん、丸でございます。はい、以上でございます。大丈夫でしたでしょうか。おそらくですね、怪しくなるのがですね、さっきの8番の売り主と代理、飼い主と媒介の宅建業者へのケースで、売り主312万円税で飼い主156万円税がアウトっていうのはですね、これは理解できていないと全体的なことは分かってないということになるんですけど、これ確かに売り主が代理なんで312万円は OK なんですけども、で、飼い主も媒介で156万円は OK なんです。それぞれの限度額は OK なんですけど、取引全体の限度額として312万円税っていうのはですね、要するに2倍っていうことですね、これがもう取引の限度額なんです。これは超えられないんです。代理だろうが媒介だろうが超えられないので、ですから、結局ですね、買い主から156万円税取るんであれば、売り主の方から減らさなきゃいけないということです。いくら減らすかっていうと、156万円にしなきゃいけないということですね。そうしないと312万円が限度額になりますので、それを超えてしまいますから、ダメだということになるということでございます。そもそもですね、これなぜ代理が2倍になると思いますでしょうか。これはですね、原則双方代理が禁止だからなんです。だから、これ代理を取った場合に2倍にしないと代理をやる意味がないんです。当事者双方が同意すればですね、双方代理やってもいいんですけども、現実的にはまあ、いや、そういうことはありませんので、基本的にはですね、代理で依頼を受けた場合は2倍にしないとですね、宅建業者側のですね、上身がないので、ですから、一応2倍という形になっているということでございます。代理と媒介のですね、個別の報酬上限と、取引全体の報酬上限であるですね、2倍にちゃんと収まっているか、この両方をチェックする必要があるということでございます。ということでですね、繰り返しやって練習してみてください。ということで、また明日。